いいところに。あのね、ちょっと聞きたいことがあったの。今日って何かのお祭りなの？なんだか基地の空気がそわそわしてるし、なんていうか、ぱっと見女の子たちの方が多いかな、そわそわしてる比率。待って待って、言わないで。君が答えを言う前に私が当ててみましょう。そういうの大好き。そうだね、何かを用意するとかしないとか話してたし、わかった、スペースクリスマス。違う、スペースクリスマスといえば贈り物だものね。そっかー、こっちだとクリスマスはこの時期かー。ユニバースと違うんだね。違うの？スペースクリスマスではない。なるほど。わかったわ、わかった。それじゃあもうあれしかない、君の誕生日。そうでしょ、イエーイ。贈り物を用意してるのだけは間違いないと思うし、だったらスペースクリスマスかお誕生日じゃん。バレンタインデー、それってユニバースともしも似てるとしたらあれよね、気になる人にチョコあげてキャーとか、最近は気になる人からも何かもらってキャーとか、そういうスペース女子の間で毎年話題の、楽しみだったり面倒だったりする、あのバレンタインデー、コスモ星ワレンティヌスの殉教だとか、そういうあれが名前の由来っていうあれでいいの？そっかあはは、そうよね、知ってたスカウト、あはは。なんて嘘じゃん、なんてこと、私ちょっと緩みすぎ、バレンタインをすっかり忘れていたなんて。でも仕方ないよね、ユニバースのと日付ちょっと違うし。よくない探しをしてる場合じゃナッシング、何も用意してないのは変わりません。いけない、これはいけないわ、私頼れるお姉さんで通ってるわけだし、何も渡せないドジっ子なんてイシュタリンでもしないよね。もうちょっと前に分かってたら、氷結惑星のアイスチョコとか用意できたのに。待った、待つのだジェーン。そういえばバッグの中にいつもあれ入れてる。私にはどうってことないものだけど、ユニバースでない世界の相手にはいいかも。めっちゃイケてる気がしてきたぞ。むしろ勝った、えらい、すごい、いつもの私超強い。大丈夫。もちろん、もちろん私だって用意してる、バレンタインデーの贈り物、つまりチョコレート。はい、これそうでしょう、そうでしょう、スペースチョコレートバー、私たちのユニバースで大流行のチョコ、宇宙で有数の過酷なお仕事として知られる
ギャラクティカカウボーイ御用達のチョコバーサー。なんとこれ1本につき300万キロカロリー、栄養満点、滋養強壮、精神覚醒。お腹持ちもいいでしょ。しかも今回はなんと発売するたびに一瞬で売り切れてしまう限定品、スペースミントフレーバーが香るスペシャルな SCB なんですのよ。そう、大好物、いつも食べるのさ。ご本とにかく喜んでもらえたなら嬉しいです。終わり良ければ全てよしだしね。あとはよし、今からドライブ行こっか。ドライブ、イシュトリンのマンナ号をちょっと借りて火星までゴーホーム。途中とびっきりの景色を見せてあげるからさ、流星を見ながら一緒にチョコバー食べましょう。新生だ